こんにちは、ペガちゃんです。イナズマイレブンゴーストライカーズ2013やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回なんですけども河川敷でやっていきたいと思います。はい、今回なんですけども試合でで、対戦相手の方なんですけども、対戦相手はですねエイリア学園でいきたいと思います。さあ始めましょう。さあ始めましょう。はい、ということでフォーメーションこんな感じでいきたいと思います。今回なんですけども真の地上最強イレブンってことでねやっていきたいと思います。エイリア学園編で日本のいろんなね強い選手たちを集めてジェネシスと戦ったじゃないですか。でそれまあそれが地上最強イレブンって言うんですけど、地上最強っていうのおかしくねってことに俺最近気づきまして、あれって日本最強ならわかるんですけど地上最強イレブンっていうのはおかしいと思いまして、で地上最強っていうならば地球全体からちゃんと選ばないといけないんじゃないかなと思って、でそれを考えたら世界の面々で結成するのが真の地上最強イレブンなんじゃないかなと、思いましてですね、今回こんな感じで、まあ、世界選抜とあとオールフェイス、リトルギガントのメンバーを加えたこんな感じのチームでやっていきたいと思います。ちなみに日本のメンツは入ってません。というのも日本の面々ってほらエイリアンに何回もボカれてるじゃないですか。その時点で地上最強に入れるのはおかしいなと思ったので、今回こんな感じでやっていきたいと思います。うわーなんかこれ叩かれそうな企画だなこれまあまあまあやっていきましょう。はい、星の人スタジアムです。試合開始だ。はい、ということでやっていきましょう。タイム頑張りましょう。今現在ねすごいこれね動画こう試合始まりですごいねこれ汚いこと言うんですけども、トイレを我慢しながらやってます。はい、ちょっと前半終わったら行くんでちょっとそれまで結構ね俺ベニーと戦いながらやっていくのでよろしくお願いします。うんこちゃん、もうリアルうんこちゃんだから。これ行きます。よしアイアンウォール。さあアイアンウォールでしっかり止めていき、さあじゃあまずはフィディオ行きましょう。フィディオオーディンソード見せつけてやろうかな。ヒデ中田がいたらねもっと良かったんだけどね。わあこれファールじゃないのか、ファールじゃないのかあれ。うん、世界基準で見たらあれファールだぞ。ちょっと待って、ダークトルネード行きました。これぐらいねロココ、このロココならノーマルキャッチで止めてくれるはず。ほらね、さすがロココですよ。さあじゃあちょっとこれはフィディオアルデナ、イタリアの白い竜、ダメだ通らない、ボールが通らない。待って待って、ちょっと攻められまくってます。さあエイリアの赤い流星といえばヒロトですね。うん、今決めますけども、さあこれはハンド。嘘でしょ。先制点が決まった。マジでまさかのまさかの出鼻をくじかれた。いやマジか、まさかここで失点するとは。ちょっとこれは苦いスタートになってしまいました、真の地上最強イレブン。ただこうじゃなくちゃ面白くない。オーディンソード、さあオーディンソード、さあデザームドリルスマッシャー。うわマジか、ただ弾いたところには誰もいないんだけど、待ってちょっと、うわマジか、やけくそバックトルネードやめい。ゴッドハンドでいきましょうこれは。うん、ちょっとノーマルキャッチは怖い、2点目は怖いからね。ゴッドハンド、よし、しっかりと止めて、ちょっと1点返されると早いうちに、早いうちに1点返す必要があると思いますので、これは貯めて、なんだっけこの技、来いよマークかな、あウルビだ。うん、おっぱいパイオツウルビだ。よし、ちょっと打つか、ちょマーク来てくれよ、マーク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  USA。 あ嘘でしょ、マジかよ。ローズスティール使い物なんで、ちょっと待って、ですねちょっとすごい押されてます。
やっぱ宇宙って強いんですね。うん、こいつは全員、あ、待って、エクスカリバー打つか、エクスカリバー、エクスカリバー打てばワンチャンあるかもしれない。止めろ。ザ・ウォール、よし、ザ・ウォールで、これはエクスカリバー行こうか。エクスカリバー、ちょっと遠くてもいけるかな、エクスカリバーなら。もうちょっとここら辺、ただ至近距離エクスカリバーもまた良き。さあ、ウイルスマッシャー、嘘だよ。あ、ちょっと強くね、待って、デザーム強くね。おい、薬やってるだろ、お前薬やってるだろ。まあエイリア席も薬みたいなもんですけど、これちょっと待ってよ、これ取れよ。よし、じゃあ次はフィディオがダメならロニージョで来たかったけど、ちょっと待って、オーディンソード至近距離ならワンチャンあるんじゃないかな。オーディンソード至近距離なら、近距離オーディンソードならどうだ。オーディンソード、ちょっともう一回行ってみよう。どうだこれ。ウイルスマッシャー、嘘で、あ、ちょ、お前強いわ、お前ちょっと強いわ。まさか地上最強イレブンが押されるなんて。待ってくれ、これは非常にまずい展開です。さあ、チェチャンス、いい勝負だねと言ってます。さあ、これは待って、あ、ロニージョイスか。今ね、あのノーマルシュートいけたかもしんないけど、あえてこれでいきます。ストライクサンバー、ストライクサンバー、ウイルスマッシャー、いや、うっそー、あれ、決めるすべがない、決めるすべがラジャナインゴラン、やばいぞこれ。アストロブレイク、アストロブレイク、そうなんだよ、こっち合体技がないんだよね、合体技が。よしよしよし、あのね、世界選抜に一ノ瀬とドモンがいるんですけど、それを入れるのはちょっと違うなと思って今回外してます。ただ一ノ瀬が入ってたらグランフェンリー打ってたんだけどなと思いながらやっておりますけども。さ、これは待ってよ、2点目はまずいんだよな。よし、ザ・ウォール、ザ・ウォール、んがーってやってきますけども。さあ、エクスカリバー、ちょっと待って、シュートチェーンかな、これは。シュートチェーン説があるぞ、シュートチェーン打っとけばいける説あるな。1、2の3で、ここ。あっ、まずいんごらん、まずいんごらん。流星ブレード、よし、アイアンウォール。アイアンウォール、まあ、アイアンウォールからの、あ、ちょ、魂ランドはちょっとやりすぎたか、まださっき破られてるからね。うん、まあ、これで前半は終わりかな。いや、待ってよ、これで負けるのはちょっとシャレにならん。絶対後半逆転します。ロココもちょっとシュート、強力なシュートを打てる選手を出さないといけないので、ちょ、ロココ出してキーパーをブラージに変えます。ブラージに、待って、あ、トイレ行くの忘れたわ後半やっていきましょう、さてと、エクスカリバーが溜まってる、オーディンソードが溜まってる、これはシュートチェーンがいいんじゃないかなと思います。さあ、ブラージ頼むよ、これコロッセオガードでいきましょう。いや、ギャントールでいいや、ちょ、怖いから。うん、これはよし、いいパス。さあ、これは待ってよ、待ってくれ、パスが繋がんねえよ。ちょ、やめて、ウルビだ。アストラブレイク、まずいよ、これもこのギャントホールで。
まあ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 、さすが。ただこれ TP がやばいよね、やばいよね。ちょ待って、コンピューターちょっと待って、コンピューター強ない？おい、お前らコンピューター強ない？待って、お前らコンピューター強ない？なんでこんなにボールが取れないんですか？まあ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 、さすがブラージですけども、もう TP ないんですよ、 TP ないんですよ。でフィデオも切れました、エドガーも切れました。どうしましょう、困りました。とりあえずエドガーで貯めて、フィデオも貯めようか。フィデオも貯めて、貯まった、よし。さあこれエクスカリバーからのオーディンソードチェーン、いくか。よし、これならいけるはず。さあ夢のシュートチェーンで、さあダブルソード、ダブルソードなら、よーし。いやシュートチェーンは強いね、同点、よし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 。これと連携ですよね、連携ってやっぱ強いですから。前半は個人技でいったかもしれない。ただ後半は、やっぱこれ、世界のさ、テクニックを持つ選手たちがさ、こうやって連携したらやっぱ強いと思うよ、俺は。さあ、ということで、ロココって、どこにいたっけ？あ、そこか。待って、待って、待って、待って。止めろ、よし！ザ・ウォール！うわぁ！止めて、さあ、これロココ行こうか。X ブラスト！ここから、よし、こうやってしっかりと、よし、近づいて、決まるかな、これ。ブラスト！ブラスト！ドリルスマッシャー！強いんだよな。まあ、俺がロココ育ててないのもあるんですけど、待って、ちょっと遠くないか、それ。え？ちょっと遠目から狙いすぎちゃう？待って、これはシュートブロック、入んないの。まあ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 、このまあ、キャッチでいこうか、キャッチで。よし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 、怖い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 。なんだ今の汚い悪い声。これ待ってよ、ロニージョからいこうか。ロニージョから、うまい、お、かわしがうまい。ストライクサンバー、よーし、逆転していく。さすがブラジル、家族に捧げるゴールだ。さすがブラジルよ、やっぱブラジル最高。時代はブラジルだね。さて、これはビッグサプライズも行こうか。ビッグサプライズも行きます。ここにシュートチェーン、あ、入った。シュートチェーン入ってどうだ。よーし、強いわ、やっぱり本気出したら強いね。勝利は私たちのものだ。いいね、最高、最高だわ。これが世界だよ、これが、これが世界だね。行こうか、これも。さあまあまあ、これはそうなるのは見えていた、そうなるのは分かっていた、そうなるのは分かっていました。さて、あ、待って、これはヒロトが貯めて、どうだ、あ、入んねえか。まあこれはギガントウォールでいきましょう。
よし、いやブラージが結構頑張ってくれている。ブラージが頑張ってくれている。これはちょっとね大きいね。ブラージの頑張り、これに応えたい。また来た。おっとおっと、おっ おなんか持ってる、なんかボール持ってるよ、なんかボール持ってるよ。おい逃げるな、届け届け、思いが届かない。アストロブレイク、なんというシュートだ。殺せよガード、大丈夫かこれ。殺せよガード、いや強い、ブラージが強すぎる。おっさんバーカ、今のバカすぎる、今のはバカすぎる。サッカーのルール知らないんですかって、あの煽りたい。さてこれはフィデオが溜まっているので、溜まっているので、溜まっているので、まあ、アストロブレイク、こいつらほんとアストロブレイクしか打たねえなこいつら。アイアンホール、おーそしてさすが、さすがすぎる、これですよ。これでストライクサンバ、ストライクサンバからオーディンソードのチェーン行こうかな。来いよ、よし入るかなこれ。ストライクサンバチェーン入るか、入ん、あーここで入った、ギリ入った。ストライク、どうだこれは。よーし、結果から見たらこれ圧勝だったね。勝利は私たちのものだ。よし4対1です。さあこれで試合は終わりかな。前半負けるかと思ったけど、おっと、まさかの合体技です。キャッチしかできない、悲しい。TB がない人に打つのはせこいぞ。まあそんなものだ。でもよくブラージ頑張ったから、ブラージは頑張った。これも行こうか、オーディンソード。あー待ってな感じで、もう4対2で勝ちました。まあさすがだね。うん、ということで、まあ、あの地上最強イレブン、地上最強イレブン、真の地上最強イレブンとしての力は見せれたんじゃないかなと思います。まあでもこの企画、大門信者に叩かれる気がする。